らいかな。そう、めっちゃ久しぶりに出させていただきました。で、初めてティッシュを持って帰ることができました。私、願い事の持ち腐れっていう曲で選抜になって、一回だけその選抜として出たことあるんだけど、その時持って帰りそびれちゃってそう、M ステのティッシュを、そう、それがすごいずっと後悔だったんですけど、そう、でも今日ついに持って帰ることができた。うん、今日は朝からでもね、コンサートのレッスンとかあったりで、なんかもう怒涛の一日って感じでした。でもマジでずっと今日一日ひーちゃんとずっと医者じゃない、ひーちゃんとずっと一緒にいた。明日も忙しいだ。明日は2公演、チームメイト公演2公演。マジでずっとひーちゃんといた。なんかね、楽屋の席とかもなんか2人席、なんかこうやって部屋がこうやってあるとしたら、ここら辺のみんなが席なんだけど、私たちだけここ2人で、この2人席でずっといて、ずっと喋ってた。そう、離れ島。明日昼公演見に行くだって。お、見に来てください。待ってます。公園行きたいのに、だって公園来てください。今日の帽子どっちも可愛かったね。私帽子、衣装全部今日帽子だった。明日は会いたかったじゃない、リセットじゃなくて雫公演。ガチャいつまでですか？ガチャは15までです。タワー来た。カンターとカンカンさんがタワーを建ててくれました。イエーイ。じゃあみんなでお礼言いましょう。カンターとカンカンさん、ありがくまタワー、イエーイ、ポンポン。これ1000×10の人もタワーと同じぐらいだよね、のやつだよね。ありがくまタワー、なおなおさんもありがとうございます。ありがくまタワーうん、
明日公園どんな髪型しよっかな。なんかおすすめありますか。わお、でっかい観覧車だるまのくるりんさんが観覧車タワー建ててくれました。イエーイ。何タワーにしようかな。何が、じゃあみんなでお礼言いましょう。くるりんさん、ありが観覧車タワー、ありが観覧車タワー観覧車乗りたい。観覧車は浜ちゃんと乗ったんです、愛媛で最近一番乗った観覧車、一番最近乗った観覧車、浜ちゃんと。お、まあ、戸田市さんがタオを立ててくれました。イエーイありがとうございます。じゃあみんなでお礼言いましょうまあ、戸田市さん、ありがくまタワー、イエーイありがとうございます。くま、くまで、観覧車の中で何してるのだって。景色とか見てました。明日はどんな髪型にしようかな。悩む。観覧車といえばてっぺんってキス。でもさ、マジなんか観覧車のさてっぺんって乗ってみたらさ、どこがてっぺんか全然わかんなかった。なんかさ、てっぺんどこだろうみたいな、ずっとてっぺんここみたいな、え、ここてっぺんみたいな言ってた気がする。え、ここみたいな、え、てっぺんどこみたいな、そうなっちゃった、うん、わかんない、乗ってたら。ね、観覧車あるある。音声で教えてほしいねだって。え、教えてほしくないえ、音声で教えてほしくない。だってさ、てっぺんになった時、ここがてっぺんですとかって言われても、なんか、はいみたいな、あ、てっぺんみたいに、めっちゃ気まずくない、絶対乗ってる人、ここかなみたいな、え、みたいな、こ、え、てっぺんどこみたいな、ここもうすぐだみたいなのがワクワクなんだと思う、多分観覧車乗ってる人、すべての人。うん、
観覧車ね、乗りたい観覧車。ヒカキンは観覧車のてっぺんで告白して保留にされたことあったらしい。何情報。そうなんだ、すごい勇者ですね。なんか2人とも勇者、なんかそのてっぺんで告白しようって思うヒカキンさんも勇者だし、そこで保留って言った方も勇者。その残りの半分どんな状況だったんだろう。うん、俺は観覧車で手握ったら爆笑されたことあるよ。だって仲良しじゃん。お化け屋敷で告ろう、絶対やめた方がいいでしょ。間違えてるよ。お化け屋敷絶対やめた方がいいよ。吊り橋効果かな。だって確かになんかさ、危機感のあるところでと か暗いところとかで、そうなんか告白したら成功するみたいな吊り橋効果みたいなあるじゃん。でもお化け屋敷でって全然吊り橋効果なのかな。逆になんかえみたいな、冷めそう、えみたいな、え今みたいな、絶対やめた方がいいと思います。うん、めっちゃ好評じゃないよ、お化け屋敷での告白。みんなダメって言ってる。うん、エリちゃん登山も好きなのか。だってえ、ごめんなさい、毒情報ですか。え、デマが出回ってる、毒情報ですか。エリちゃん登山も好きなのかって来たんだけど。私登山好きじゃないです。したことないし、うん、でも一回かな、なんか記憶にある登山あるんだけど、お父さんと妹と山登ったことがあるんだけど、めっちゃカラスが追いかけてきて、もう30羽とかもうずっと追いかけてくるの、カーカーカーとかって言って、めっちゃ威嚇してくるわけカラスが。
そうめっちゃ怖かった。いやそっからカラスが天敵になって、そうめっちゃなんか学校小学生の時さ、あの集団登校とかあるじゃないですか、家が近い人たちと一緒になんか列になって学校行くみたいな。でそれで私集団登校での日にめっちゃ朝早く出たんですよ。もう集団登校みんなが集合する前に着いちゃって、集合場所に。でみんな待ってたんですよ。そしたらね、後ろからガッて頭をなんかに押さえつけられて、えみたいな。そしたらね、こうやって顔上げた瞬間ね、黒い鳥がシュンってここを通ってったわけ。えって思って、カラスに襲われたんです私。でその時髪の毛結んでて、なんかキラキラ光ってたあの髪の毛のゴムつけてたんですよ。そうだからそれを多分狙って、狙いつつあの登山の時の記憶も呼び起こしつつ、頭ガッてやられて、えって思ってめっちゃ怖くなって泣きながら家帰って、そう、そしたらもう気持ちが収まった頃にはもうみんないなくて、集団登校出発しちゃってて、私置いてかれて、そうめっちゃ私トラウマなんです。うん、あとなんか幼稚園とかでバスとかでさ送り迎えしてもらうじゃないですか。でそのバス停でなんか同じバス停を使ってる子たちとお母さんたちが喋ってる中で、あの近くでその子供たちと一緒に、私も子供だったんで一緒に遊んでたんですけど、その時も私カラスに一回襲われてて、頭ガーってやられて、そう私2回ほど狙われてるんですカラスに。うん、マジで、で今でもカラスいると本当に無理と思う。なんか道とかでさ歩く時もさ、カラスいたらさ歩き、なんか私通れないもんそこ、マジで。そう、そう鳥苦手、野生の鳥が苦手。でも私あの動画好きなんですよね、 YouTube でめっちゃ。なんか、え待って、なんでね、また横になったんだけど、なんで、しかも私が目離した隙に横に瞬間にね、おかしいよ、なんで、呪いですか、なんで、えこの現象って私だけ、え私だけなのかな、めっちゃ怖いんだけど、呪い、えめっちゃ怖いんだけど、みんななる、だって、えじゃあ直してください、前田社長絡みないけど絶対直してほしいですこれマジで。見てますか前田社長さん見てますか、絶対直してほしい、うん、絶対に直してほしいこれ、うん、絡みないけど
直した。しかも何の話してたっけ。鳥の話、もう忘れた。もうカラスの話いいや。あ、YouTube の動画ね。そう、 YouTube の動画でなんか男の子がパン食べてたんですよ。で、男の子がパン食べたらめっちゃすごい勢いで鳥にそれを食べられ、取られて、その男の子が泣いちゃうっていう動画があるんですけど、その動画がめっちゃ好きですっていうめっちゃ有名な動画、多分知ってる人も多分めっちゃいると思う。トンビにカメパン盗まれた。あ、それだと思う、多分。めっちゃ可愛い男の子。なんかその動画本当にめっちゃ再生回数多いよね。めっちゃ、だってすごい有名な動画だもん。うん、うん、でもほんとさ、めっちゃ一瞬だからさ、トンビ怖い。私も多分泣くと思う、カメパン盗まれたら。返してってめっちゃ叫ぶと思うし、取られた瞬間普通に恐怖で怯えて泣く。うん。お代理は片揚げポテト取られてそうだって。え、マジで片揚げポテトマジでずっと食べすぎて肌が荒れた。めっちゃ荒れてる今、荒れ狂ってる。人生で一番肌が荒れ狂ってる。そう、そしてそう、ひーちゃんにね、片揚げポテト禁止令出してくれたけど、守れるか分かんない。うん、そう、肌が荒れてるって言って、そう、片揚げポテトめっちゃ毎日食べてんだよねとかって言ったら、それのせいでしょって、それのせいじゃんって。そう、そう、エリちゃんにお菓子あげようと思ったけどって、あげるのやめようみたいな言ってたけど、お菓子はもらった、お菓子もらったけど我慢する、1週間ぐらい。片揚げポテト本当美味しいの。で、その話をね、ヘアメイクさんにも言ったんです。だから片揚げポテトがはポテチの中でもやばいって、だって揚げてるから油じゃないって言われて、まあ、確かにそうだけどって、美味しいから食べちゃう。うん、
ポテチの時点で開けてないだって。え、それ思った。私も喋りながら今、でもね、明日もね、公演前にポテチ買っちゃいそうな気がするんですよ。堅揚げポテト、だって2公演ですよ。2公演ってさ、だって好きな食べ物食べないとさ、もう体力持たないですマジで。あー、てか今日おにぎり買ったけど食べてない、まだやば。いつ食べようかな。明日の朝食べようかな。冷蔵庫に入れた方がいいのかな。絶対入れてください。だって常温でいいよね。なんで？マジでおにぎり禁止令てか、ポテチ禁止令の前にマジでおにぎり買うの禁止令出してほしいわ、マジで。ね、なんで私おにぎり買っちゃうんだろう。わかんない。そろそろちょっと眠気が来たし、明日劇場公演なのでそろそろ寝ようかなと思います。寝ようかなってか、お風呂入らないと。じゃあそろそろ、じゃあおランキングを読まさせていただきます。いきます。13位ごめん先生、12位国分、11位翔太、あとおだいりしかかたん、10位台湾夜嵐、えり最近超かわいいね、好き、おやすみ、9位直樹、8位ひとくまさとる、7位いずみ、6位ボマ、5位みやちゃん、4位なおなお、3位まあ、あとおだし、2位くるりん、そして1位はカンタ、あとカンカン。ありがとうございます。じゃあ明日の公演皆さん見てください。ではまた明日、バイバーイ。